ワンツー固めのダースのおじき、ダースレーダー、インド、プレイストビーということでですね、えーと、忘れた頃にやってきたデイリー・ダース、えーと、私ですね、えーと、マイカル・ディック所属のダースレーダーメンバーです。ということでね、えーと、メンバーニュースがね、連日連夜、報道されていて、僕はあんまテレビ見ないんでね、あのヘキヘキするとかってことはないんですけど、 SNS とか見てるとねもういい加減他のことやってくれみたいな話になるんですけどもまああのいろいろ、あのー、メンバーっていう故障がね、あのー、そもそも何でメンバーっていう名前を付けてるのかっていうことで言うとその、まあ、裁判でね有罪が確定する前の容疑者あるいはまあ書類送検されているという、えーとまあ、結局起訴されなかったんであのー まあ一般人なわけですよねでも他の人の時にこれ逮捕されたり起訴された時点で「容疑者」っていう風についちゃうんですよねでもそれをこうジャニーズのあのね有名な人にそれを当てはめるとまあ非常にイメージが悪いとだからメンバーという言い方をしてるんですけどもつまり「容疑者」っていう言葉に は悪いいいイメージがあるぞというのはみんな分かっているとだけど本来は裁判前の推定無罪ですから裁判前の人にそんな悪いイメージをつけてはいけないというかジャニーズの人の場合はそうなんだけどっていうかジャニーズの人じゃなくてもこういった、あのー、起訴される前裁判の判決が下る前の人は、まあ、メンバーでも何でもいいけど肩書きつけなくてもいいと思うんですけど。 故障をねその容疑者ってつけて悪いイメージの「印象操作だ印象操作だ」っていう人いますけど印象操作なんですよね実はねそれをねメンバーという故障によって気づかせてくれたというのが今回の収穫ではないかといやそっかそもそもいろいろニュースになってて捕まって犯あの何々の犯人だとか言われている人の多くは裁判で有罪になってる前なんだよなみたいなことを 気づくことによってねこのメンバーってこっちは違和感がある不自然だって思うところからあれでも容疑者誰々容疑者っていうけどこの人裁判受ける前は推定無罪だから別に僕らと変わらないんだよなっていう視点がね得られたのが良かったかなと思います。あとねあのー、ちらっとネットで見たらねその MeToo がね この時はなんで騒がないんだとかねその麻生大臣にやめろって言ってんだったらなんでジャニーズの社長にやめろって言わないんだみたいなね あの一色たにしているここぞとばかりにっていうのはねほんとここぞとばかりに乗っかるなと思いますけども、まあ、そもそもこれねあの情報が出たのは多分警察からだと言われているんで何でこの時期に警察からこの情報出たんでしょうねっていうのはまた別の話なんですけどもそもそもはこれその被害に遭った、えー、と高校生の女の子が親に相談してでその告発されて警察が動いたっていうことで言えば。 MeToo、まあ、みたいにねこういった目にあった時にはちゃんと名乗り出ましょうっていう運動にちゃんとの即したねあの抱え込んで嫌な思いがあっても黙ってようっていうことではなくて私こんな目に遭いましたって「よう」っていうのが MeToo だとすれば、まあ、全然別に MeToo 問題にはあの帰結というかねその10年前20年前だったらどうかわからないんですけども今はまあこういうことになるだろうなと。 いいうことででしかないんでそもそもねそれをその野党がとか与党がとかね麻生がとかで何々がってね何々がって作るとねあの機械だとかねあのそういった感じの <laughs>、あのー、こういう名刺化していってねカタカナで書きたくなる感じもありますかまあそういうのとは全然また別かなとは思うんですけどもじゃあなんでその,あの福田ね辞めてしまった元事務次官はねあの,の時はって言うけどまああれはだいぶね テープなかなかあの細かさでね、あのー、入れてくるのはなかなかのスキルだとは思うんですけども、あのー、そもそも公人っていうねこれ閣議決定とかね必要ですかね閣議決定しないとダメですかまあでもあの法律を作ったりねその社会の規範を作るっていう職業をあえてね自ら立候補してやっている政治家の方々だったりあるいは、まあ、公に勤める公務員ねあの公のため社会という あの公のために働きますよという誓いを立てて仕事をしている人っていうの,のがやるべきことっていうのと一緒にするのはどうかなとは思いますけどねあのー、ただねこれも麻生太郎さんがね、あのー、もし辞めるなんてことになってしまったらもうね前段がね、あのー、安倍総理に集中してしまうという意味でねあのー、こう玉よけになっているというところもあると思うんですけどもまああのー。 どういった気持ちなのかなっていうのもねあの想像してしまいますけどねでもなんかあんまりねあのその政局の話とかにつながっていってねこう二階さんが何を言い出すのかみたいな話をしてったり阿部卸がみたいな話になっていくとあのいろいろずれていくので、まあ、今回の件はねあの別,別物としてメンバーってね故障をあそっかそっか日本ってそもそもねあの裁判前って推定無罪なんだよなっていうことを気づかせてくれたという。 ことかなとでね、あのー、僕も涙の会見だなんだっていうのはね実は見てないんで何とも言えないんですけどもまあその長く一緒にねやっているグループっていうことで言ったらいろいろな、あのー、一緒に過ごす時間とかプライベートとかも全部一緒だとね あの仕事としてきつくなってくるっていう意味ではね、知らなかったっていうこともあるだろうしね、大変だなとは思います。で、これもね、ニュースラップジャパンで何で取り上げないんだっていうけどね、ちょうどね、就労日が木曜日でね、しかも今週休みだったりするんで、あのー、タイミング的にね、あのー、アーダーコーダするタイミングを、あのー、逃してしまったということでもあります。はい、えーと、あとね、あのー、北朝鮮のね、あの金正恩 あのね、あの車でバーッと動いてね周りの SP がこうやってあの囲んで一緒に走るっていうね、絵ずがかっけえみたいな話になったり、あのー、トランプ大統領どうするんだ、米朝首脳会談どうするんだってことを考えて、実はあの、ね、あの南北の首脳会談、アメリカでそのこと自体はそんなに報道はされなかったらしいんですが、やはりその世界的な、ね、ニュースの取り上げられ方を、ね、見てこう、トランプ大統領は、ね、これは、ね、この目立ちたいね。 ナンンバーワンになりたいメイクアメリカグレーターゲーンのねこれカニエウエストが今頑張っちゃってますけどあのそういった発想から言ったらねこれはちょっとねあの花火を打ち上げたいぞ、ね、ロシアゲートでもめんどくせえみたいなタイミングだとは思うので大いに動くであろうとであのそういった発想になっていくのとで今度その日本がねあの 茅の外なんじゃないかって言った時に茅の外ではないというかね我々が考えていた通りのね規定の路線だったみたいなことをね後から言う始めるっていうねこれ後から言う言って帰れるっていうのはねもうあの対話の時期は過ぎた圧力しかないとか異次元の圧力みたいな話をしてたと思うんですけどやっぱり言葉って面白いですよねあのそういった意味ではねあのでもお隣さんの話なんでやっぱりあの関係ないよって言ったりお隣さんのね揉め事に対してねあの アメリカにど,どうにかしてくださいって言っているっていうスタンス自体が僕はねやっぱりもう少しね関わっていこうよって思うのとねやっぱり揉めてないでねその平和の町内を作っていこうよっていう国際協調主義っていうのがねあの日本のやるべきことだと思いますからねこれね僕はあの以前朝まで生テレビに出た時にはその日本が持っている本当はそう言った時に使えるカードっていうのがあのいわゆる 核兵器廃絶っってていう動きの機種ににリーダーダなるってね日本が最も説得力を持ってアクティブに動くことができる今ねあの世界のどの国に対してもバシッと言える一番の、あのー、スタンスっていうのがね核兵器廃絶なぜならば広島長崎という我々がねあの味わった体験というものがあるでもその体験をしている唯一の国がそれをもとに何かをするっていうことが いいいんじゃないかと、まあ、その時も叩かれましたし、これツイートしたらまたね、あのー、いろいろ絡まれたりもするんですけども、あのーまあ、そもそもね中国もソ連もそもそも核持ってるから、お隣さんが核持ったらっていう話をしてるけど、いや、もう随分前から持ってるよっていう話もある上に、今、アメリカもね、あのー、これどうしちゃう、どう考えるかわからないですよ、しかもその時にキム・ジョンウンが言っている朝鮮半島の非核化っていうのはね、ね在韓米軍のことも当然含まれてきますからね、これがね、 あの駆け引きとしてどういうことになっていくのかっていった時にじゃあ日本がどの立場で喋ったらいいのかっていうのもおのずとね僕はあの戦略的な意味でもねあの考えて少なくともそういった選択肢をちゃんとカードを持った状態で進めてきた方がいいんじゃないかなとは今でも強く思います。のね、圧力一辺倒でしかもねあの北朝鮮に対しては非核化っていうことをねすごいあの日本政府も言うわけでそれを言うんだったらもう。 いやもう本当そうそですよ、日本にそれ言われたらかなわねえなっていうことが言えるはずなんですけどもなんかゴニョゴニョっとしてしまうっていうねところをちょっと解きほぐしていくっていうのが、あのー、50年後100年後っていうのを見据えた時にね向かうべき方向性としてはいいんじゃないかなと思います。ねこれもね、あのー、いろいろな意見がありますけどもねこの世界の片隅に「はだの弦」「蛍の墓」まあ、そういったものが作られていった背景に何があったのかっていうのももう一回ね 見たりして考えるのもいいじゃないかと思いますということで片目のダースのおじきダースエダメンバーでした宇宙平和